はい、始めます。スタンダップリーズ。はい、グモーニングボーイズアンドガールズ。グモーニング。はい、スイッター。というわけでね、新学期ですね。メンバー大幅に変わりました。小林、はい、はい、47点。はい、ありがとうございます。はい、だんだん落ちてきます。はい、ありがとうございます。小林は漫画も描いてるって言ってたけども、はい、あのなんか雑誌とかに発表したことある？投稿中です。投稿中。はい、じゃあまだ一番ダサい時期にいるんですけど。いや、それ大事ですよね。大いなる裾野の時期だね。メインの収入が警備員なんで、うん、それは多分変わっていかない。ということは君は今本質は警備員だな。そうですね。わかりました。じゃあ警備員で。小林、はい、だから警備員がスタートとしてもそれでいいんですよ、はい、みんなそんなもんですよ、スタートっていうのはね、はいはい。よく大人は勝手に言うじゃないですか、君の将来に役立つようなアルバイトをしてみたらとか。なかなかそんなバイトないよね。そうですね。うん、小林、はい、I make me uneasy。はい、アンイージーでいいのかな。 I make me、私が、うん、私を、不安にさせます。うん、私が私を不安にする、はい、なんとなくわかるな。うん、どういうところが何日も誰とも喋らなかった時とか、うん、あと結構今もそうなんです。結構理屈っぽい感じもするしね。あ、僕そうですね。じゃあ何も考えずに飛んでみようか。これバックで今ご準備流れてる。はい、じゃあこのままいきます。はい、このままいきます。はい、杉本。はい、杉本で見せてください。 Earth made me hippie。 はい、どういう意味？地球が私をヒッピーにした。地球が私をヒッピーにした。ヒッピーにする。なるほどね。奥が深い話ですけども、いろいろ聞いてるとかわいそうな人が一人いますので。パンチ君、まあ、今日はボンジョビというよりもボンジョビの歌の中から、あの苦しい時こそ人間の進化が問われる、二人の愛も苦しい時こそ思いやりが必要だという、そういう話ですね。じゃあ See you next week。 バイバイ。小林なんかどうなんですか？死んじゃうかなと思ったことありません？いや、ないと思いますね。ない。なんか逃げ道がいくつもあったとしますね、悩みについて、うん、でそのうちの1個に C が入ってないですね。うん、俺 C って逃げ道だと思わないですよ。ああ、で自殺の心理っていうのはそうなんじゃないかなっていうのを僕思うんですよ。うん、なんかね、逃げ道ある間人間逃げ続けるんじゃないかって気がするんですね。最終的に逃げ道もなくなってしまった時に自己崩壊じゃないかって気もするんだけどね。それが自殺。うん、はい、じゃあ最後に小林。はい、 I am too excited by my picture。 はい、私は、うん、私の絵で、うん、まあ要するにおかずを自分で描くんですよ。ほう。いいの。じゃあこういう絵なの？小学校ぐらいの、例えば中学生とかって入手困難じゃないですか、やっぱり本であったり。うん、雑木林行ったもんね。行きましたけど、そのびしょびしょだったり、うん、その一番いいページは開かないわけですよ。そうです。すごい細かい。すごい強力な接着剤によって開くことはないわけですよ。これはちょっと書くしかないだろうと思って、うん、本気で一生懸命初めて書いた絵っていうのが、うん、このためので、今でも覚えてますけど。いや、それはね、あると思うよ。ポルノ小説、英文の、あの英語がどうしても好きになれなくて、ポルノ小説は読みたいということで、辞書片手にポルノ小説ばっかり読んでて、ペラペラなやついますからね、英語。性欲の動かす人間の行動力ってすごいですよね。そうですね。小林。はい。I leave guilt and ninja by my friends。 うん、 I live on ですね。 I live on guilt and ninja of my friends ですね。あ、はい、はいはい。私は、私の友達たちの義理と人情で生きております。うん、僕が出演しているお笑いのライブがあるんですけども、うん、コントなどやってるんですが、うん、そこにね、ベルが来てくれまして、おう、もうなんかでかいシャンパン持って、うん、ベルかっこいいね。まだ義理と人情という言葉はなんか復活させたくなりましたね。いい言葉ですね。デビッドボーイをきっかけにね、はい、何かものを表現するとか仕事をするという時において孤独の力と協調の力。小林、はい、漫画描くってすごいこっちですよね。そうですね、完璧にこっちですよね。完全にそれですね。うん、
嫌になりません時々。そうなんですよ、うん、まず作っていくじゃないですか話を、うん、でそれは楽しいんですよ、うん、かなりオナニーに近いものがあると思うんですよ、うん、それを形にしていくっていうのはまた別の作業じゃないですか、うん、それも作業じゃないですか、うん、そこにこれがもうバッチリ当てはまりますね、うん、I am artist、うん、Please use my design mask in your video、うん、さっきマスクがね、うん、たくさんビデオの中で出てきたので、うん、僕お面作ったりするんですよ。ちょっとセクシーな、はい、こういったおっぱい型のお面をですね作ったんですよ、うん、じゃあアンジェロから返事が来ることを期待して、はい、仕事。ブライアン・ウィルソン、これ長男です。長男1942年生まれってことは戦中派よ。おひょいとかと同い年ぐらいですか。小林、はい。 When I was young, I'd disappear、うん、私は若い頃失踪したものだ。うん、私は若い頃よく消えたものだった。消えたものだった、うん、どういう意味ですか。台風の時に僕は行方不明になったんですよ。ほう。夜大変だと。それ大変だよ。家中さ、押し入れにもいないし、うん、これで雨戸をガッと開けたら、うん、表の道で、うん、全裸で僕は踊ってたそうです。ああ本当本当。その台風の中。そうなんですよ。カエルと一緒に。これはちょっとアクセサリーですけど、うん、はい、小林、はい、ホテルなんでだよ、はい、休憩5000円宿泊50円なんでだよ。From a distance he is a band man、うん、But from a nearby he is like a mother、うん、遠くから見ると、うん、彼はバンドマンだが、うん、しかし近くで見ると、うん、お母さんのようでも。これは託児のことですか。そうなんですけども、ここからの託児すごいそうですね。やべえ、それなんでこんなことを言うかというとですね、うん、僕サングラスを好きで時々かけるんですけども、うん、自分も好きだよって言ってくれて、うん、たくさん持ってるから見せてくれるって言ったら、うん、ほらカバンの中からですねこういったサングラス袋を出してきたんですよ。あ、こんなんあるんだ、うん、いやいや作ったのよ自分でって。サングラス袋。そうすごい。黒いのに白い糸でお財布みたいにこうやって縫ってあって、うん、畳んで折ってそれをまたマジックテープかなんか留めたりと作ってたんで、すごい。あ、意外と家庭的な面があるんだな。主婦だ。というわけでベルなんだけどね、ベルが最後まで今年バールの方にいてねえ来れなかったんで電話してみましょう。イエーイ。ねえ、アロー This is Dorian Scala speaking from JapanThis is Bella Hatta speaking from Kashiwa. Bella! 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 Bella!本物より数割かっこよく作っといたよ。すぐ団地の笑い方で。どうもありがとうございました。僕らが卒業した後はまた新入生が来るわけですよね。新入生の皆さんをですね、まずいいところで筆箱を落とさない。あと、テレ朝の前で待ってる人たちは、あなたたちのファンではありません。僕こうやって手振ったら誰って言われちゃったんで。10年後はまあ基本的には今と変わってないと思います。あんまり。まあそこです。どうもありがとうございました。